駅東側1.2番で入り口桜木駅は、千葉県千葉市若葉区桜木7丁目にある、千葉都市モノレール2号線の駅である。駅番号は、CM12。カッソリカイズカの副駅名が設定されている。相対式ホームに面2線を持つ、高架駅で、バリアフリー設備として地平から改札外へのエレベーターと、改札外からホームへのエレベーターがそれぞれ設置されている。 改札口は東側に1カ所ある。出入口は改札外コンコースより南側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機、北側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機がある。2019年度の1日平均乗車人員は1838人で、ある。千葉都市モノレールの駅では、18駅中10位。近年の1日平均乗車人員推移は、 下記の通り、駅周辺は、完成な住宅街が広がる。2019年度グッドデザイン賞を受賞した、小立分城住宅地の街づくり、あらら若葉桜木など、宅地開発事業も行われている。駅西側には、国道51号があり、南に約2キロメートル進むと、京葉道路、国道16号につながる。 カソリカイズカ9大須ス掛住宅あたり駅1番出入り口方面。千葉市若葉区役所あたり駅2番出入り口方面。最寄りの停留所は桜木駅入口となる。ありがとうございます。